エイリヒトップはドイツの軍人。第二次世界大戦で潜水艦 U ボートの艦長を務めた。連合国の船舶35隻197,460トンを沈めた。これは U ボート艦長の中でオットー・クレッチマー、ボルフガングリュートに次ぐ船績である。ハノーファー出身。1934年にナチスドイツ海軍に入隊。 1937年から u 望と艦隊の配属となり U-46 で勤務した。1940年5月5日から9月15日にかけて U-57 の艦長となる。彼の指揮下で U-57 は2度出航し6隻を沈めている。1940年12月から1942年9月8日にかけてはビッグ型 u b o という552の艦長と なった。主に北大西洋で戦った。トップ式下の u 5 5 2は10回出撃して30隻を沈めた。1941年10月31日にはアメリカ合衆国海軍の駆逐艦ルーベン・ジェームズを沈めた。1942年10月にはゴーテンハーフェンで第27潜水艦艦,艦隊司令官に就任した。 21型 U ボートの配備を進めた。1945年1月に従軍牧師の娘と結婚。対戦末期に短期間だが、U2513 の艦長に就任している。終戦と共に捕虜となり、ノルウェーの収容所に交流されたが、8月に釈放された。1946年からハノーファー工科大学で建築学を学び、 戦後しばらく漁師や建築家をして、生計を立てていたが、1958年には、ドイツ連邦海軍に復帰した。北、大西洋条約機構軍事委員会参謀長や、ドイツ海軍各部隊の参謀長、海軍総監代行を歴任し、少々まで昇進している。ドイツ海軍再建やアメリカ合衆国との、 連絡事務などの功績を称され、ドイツ連邦共和国功労勲章第十字章を受賞し、1969年末をもって退役した。退役後は、海軍関係の工業会社で顧問をした。2005年に自由戦で死去。91歳だった。ありがとうございます。